バイミー、またはバンミーは、ベトナムのサンドイッチである。長さ20センチメートルほどの柔らかいフランスパンに、切り込みを入れ、バター、パテを塗り、野菜、ハーブ類、肉などを挟み、ヌクマムなどのソースを振りかける。携帯性の良さから、屋台だけでなく、バスターミナルなどでは、駅弁が割として、新聞紙に包んでも売られる庶民のファーストフード。 同じくフランスの植民地支配を受けたカンボジア、ラオスでも一般化している。バインミーの本来の意味はパンである。ベトナム語での一般的な名称は、BNHM、キロ P、BNHMTH、トンや BNHM、パスカルテイだが、省略して単に、バインミーと呼ぶことが多い。ベトナム語で、バインミーは、小麦粉の餅、つまりパンの総称であるが、 様々な種類のパンを楽しむ文化が未だ途上のため、パンといえば、フランスパンを指す風潮が根強い。ラオス語では、カオチーパーテ、カンボジアのクメール語では、ノムパンパテイと言い,い、共に、パテのパンを意味する。ベトナムでは、鶏肉が入ったものであれば、BNHMG や、目玉焼きを挟めば BNHM ピーラ、さつま揚げを挟むと BN、BNHMCH。 となるなるるど名前が様々に変わるいつからサンドイッチとしてのバインミーがベトナムで食べられるようになったのかは正確にはわからないが第一次インドシナ戦争後フランスが撤退してからフランスのバゲット風のパンを使ったサンドイッチが広まっていったさらにベトナム戦争終結後の1970から80年代には米国などへ多くのベトナム人が移住したことで結果として 世界各国でバインミーが親しまれるようになった。2011年には、オックスフォード英語辞典に、バインミーという言葉が収録された。バインミーの屋台調理中のバインミーバインミーに挟む、食材は、それぞれの屋台や店によって、またメニューによって、大きく異なる。パテは、レバーペーストのほか、カモや魚のペーストを用いる例もある。野菜は、紅白ナマス、ラディッシュ、キュウリ、 玉ねぎ、ハーブは香草などが一般的である。肉についても、鶏、豚の実、ベーコン、サラミ、甘みの強い中華ハム、肉伝武、さつま揚げ、アヒルや豚の丸焼きを切り出したものなど、店ごとに工夫をしている。なおパンは調理の直前に、炭火で炙ることも多く、作り置きはせず、注文を受けてから、客の好みを聞きながら作るのが原則である。ありがとうございます。